東京都高田馬場にあるミャンマー料理店スユミャンマー。オーナーの丹生さんはもともとミャンマーで教鞭をとっていましたが、民主化運動に加わると当時の軍事政権に命を狙われるようになり、1989年に日本に逃れてきました。妻のタンタンジャインさんも追って日本に逃れてきましたが、夫婦が難民認定を受けることができたのはそれから8年も経ってからのことです。タンタンジャインさんの料理の腕前を生かしてオープンしたお店は、いつもたくさんの笑い声があふれるお店でした。しかし新型コロナウイルスの影響により客足はすっかり途絶えてしまいました。この日はお店でも大人気のダンバウとお茶の葉サラダをテイクアウトさせていただきました。すごく柔らかいんですけど、はい、どれぐらい時間かけて、普通で作ってれば1時間ぐらいかかりますが、1時間ぐらいじっくり煮込む、じっくり煮込む。いつも気になってるのがこのふりかけみたいなやつがすごい美味しいんですけど、はい、これは何で作られてるものですか？これはエビの粉と、あとは玉ねぎのパキッ、ね、と、あと唐辛子、はい、これと、はい、これがあるとね、はい、ご飯何杯でもいいでしょうね、はい、あとお茶の葉サラダはお茶の葉っぱの漬物と、はい、あと豆と、はい、それからエビ、干しエビ、はい、干しエビを上で、あり飾りみたいに。なんかでもお店によってあんまり味が微妙にこう違ったりします。そうですね、あれそうね、あれお好みで作るの人のお好みで作っちゃったり、あれ今の私の方は中はキャベツとかは、キャベツとかあとトマトとかは一緒混ぜない、混ぜない、混ぜて作ってるの人もいるので、それで食べてる時は最初はいいけど時間かかったらあれ水分が出てるから、はい、それで柔らかく、豆とか柔らかくなっちゃう。こっちの方がずっとパンパリパリやってるので、はい、パリパリパリ、それで食べたいからこれでトマトとかは一緒食べるの方がいいかなと思って。なるほど、はい、なんかちなみにこのお店のスユミャンマーっていうのが、はい、そのスユミャンマーの水はあれ仲間、うん、あれ友達、うん、チーズ投げてるの兄弟、うん、とかあれなんか親戚とかその意味ですね。どうしてその名前をお店の名前にしようと思ったんですか？どうしようかなと思って、あとデナザの名前も水あるから、それで水に輪になっちゃった。水デナザの淡水、はい、淡水の名前も水だったら、だから水に輪になっちゃった。淡水の水は、はい、同じ水、同じ、はい、仲間、家族、友達、はいはいはい、そのイメージなので、だから小さな中でのミャンマーの人たちと、まあ、仲良く、うん、はい、友達、家族になりましょうと、そういうイメージですね。なるほど、納得しました。ちなみに、はい、やっぱり新型コロナウイルスの影響でお客さんの入り方とか どうですか、今状況？お客さんの入りが店内で食べるの人は全然減らっちゃって、1日では3、4人ぐらいしか来られないの日もあるし、全然来ないの日もあるし、ゼロお客さんの中で入ってないんで、あれみんなおバンドを買って食べたりとかしてるので、バンドの方がどんどん多いですね。今どんどん、最初はバンドもあれ出ないの方もあまりないけど、今はバンドの方がちょっと売れてきて買いみたいになって、はい、あれみんなが楽しいで賑やかで、前みたいにあれわわわで飲んだり食べたりの方、あれお客さんが来るの方を待ってますので、よろしくお願いします。この日を待ってます。これからもどんどんゆっくり食べたり飲んだりしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。